今週の「神奈川ビジネスアップトゥーデイトは」は神奈川を中心に東京千葉に53店舗を展開する書店チェーンを特集します。出版業界が不況と言われる中で本好きを増やす取り組みを続ける書店チェーンの経営戦略などを探ります。 老舗の書店として神奈川ではよく知られた存在の幽林堂。その社名は論語の一節、特古ならず必ず隣ありに由来します。1909年、明治42年、横浜市の伊勢崎町で間口2軒、奥行き3軒の小さな書店として創業。横浜の発展とともに営業エリア、店舗数を拡大し、 現在では、神奈川を中心に53店舗を展開しています。また、書籍販売以外の分野でも事務機器を扱うなど、書店以外の事業にも取り組む企業です。スタジオで株式会社有林堂の松信博社長に、書店経営の課題や出店の戦略、そして書店チェーンの未来像などについて伺います。 書店チェーンの社長とというこまあさまざまな本をお読みになっているんだろうと想像するわけですけれどもこれまでのです、ね、人生に影響を与えたりとか、はい、印象に残っている本があれば教えていただきたいんですけどそうですねいろんな本それこそもう乱読雑読みたいな感じですけど、はい、でも最近はやっぱりちょっと時間がないのと忙しいので。うん 本屋の親父ですから、本買うのは買うんですけれども <laughs> そうなんです。あ、ちゃんと自分でお金を払って買う。んですね、うん、もちろんです。もちろんです。<ー>でも、読む時間がない、で、つまみ読みと言いますか、つまみ抜いと言いますか。<ー>そういう状況が続いていまして。<ー>まだまだ、ちょっと、これから、手つけるのには時間がかかるかなと。はいはい、よく、こう、つんどくって言いますよね。こうね、読み、読もうと思ってる本が、こう、書斎に、こう、ね、積み上がっていく感じ。 ここにね、えー、こういう本を持ってきたんですよ。はい、本で床は抜けるのか。抜けるのか。我が家、はあ、まさにこの状況でございまして。えーえー、私の患者さんはもう、地震が来て、本で。圧迫されて、死ぬのは嫌だというノイローゼ気味でございまして。てそのくらい本は。買ってある、読んでいる、パラパラですけどもね。えー、それ、どんな感じ、何冊ぐらいあるんでしょうかね。何万でしょうね。 本当にこれはじゃあ冗談なく抜けるかもしれない,はい、はい。はい、はい、抜ける抜けるって書いてあります。けはい今社長をお持ちいただいた本がありますけれども、はい、それ今お読みになっている本。あの大原洋子さんっていうファッションビジネス界では有名な方なんですね。はい、で毎年アメリカのファッション見学に行かれて全米小売業大会っていうの行かれてえ何が書いてあるかというと日本はもうアマゾンにやられっぱなしで。 えまあみんな小売業はひいひい言ってるわけですけどアメリカはもっとヒーヒー言っととてるとですからリテーラー小売業がデジタル武装しないと洋服屋にしても靴屋にしても雑貨屋にしても潰れちまうよというそういう警告の本でこれはあの本屋でも,もう十分もう通用する話というかどう対処していったらいいのかと。だからデジタル武装しない小売業はこれからやっていけないというそういう。

まだねお金かかるんでね十分ではないんですけどねまあスマホで在庫検索は今全部できるようになってますしそれから店頭で本の探すのもできるようになってますけどただあのアマゾンみたいにその翌日届けますよっていう能力はまだ持ち合わせてないんですねあともう一つはやっぱり電子ですよね電子はやっぱりコンテンツを持っておりませんのでやっぱりコンテンツを持っている出版社が 一人勝ちといいうう状況じゃないんでしょうかねうでそれが進んでいくと出版社ももういらない時代著者とお客様とあとそれをこう,うまく編集する編集者さえいれば、えー、電子本は出せるというそう,、ね、そういう状況の時代ですから<ー>大変な時代ではあるんですよね。なるほどあのなんかぜひお伺いしたいのはね<え>今その顕著に現れているのが若い人の活字離れと。はいはいはい いうことなんですけども、はい、まあちょっとこれ記事をね、はい、あのいただいたんですけど、一日の読書時間がゼロ分の大学生が五割、はい、これはどうですか。いや問題大問題。大問題ですよね。<laughs> 大問題、えー。これ分析するにどういうことになってる <laughs>、はい、デジタル革命ですよ。<ー>デジタルディスラプションですよね。あの要するに。 デジタルの技術で今までの世の中がひっくり返るくらい変わるというその過程での話だろうと思うんですね。 ですから、活字離れと、まあ、言いますけれども、はい、多分、スマホなり、タブレットで、活字は読んでらっしゃるんですよ。そうですね、ただ、新聞にしても、本にしても、その紙媒体で読んでる方が少なくなってきたと。で、これはもう、紙が頑張っていくしかないんですよね。さまざまな店舗数持ってらっしゃって、うん、その店長に、その店舗の見え方も。その、なちゅう、若者の、その。 活字離れっていうか活字離れというか紙、はい、媒体の本離れっていうのは目,目立つというか分かる分かりますね分かりますし要するに柔らかい本にやっぱり世の中シフトしてきてるのかなと。 例えば改革足をベタッと開くなんてのベストになりましたけどもまあ実に実用的な現実的な本ですよねああいうのはどんどん若者若い奥様方お嬢様方には売れているという現実もあるようですね。そそれこそ本当人によってさまままざな興味の対象が違いますので もうすごく多様になってきただあの店舗の面積に限りがありますんで、うん、じゃあ何を置いて何を置かないかという選択をした時やっぱりお客様の層に合わせる、うん、そうするとそこに岩波だけダッと置いても多分売り上げが取れないから、うん、岩波はもう文庫だけちょっと隅に置いといて。うん あのベタッと開脚とかですね<笑><笑>、えー、これでおなかがへっこむとかですねそういう本が幅を利かしてくるということじゃないかな、うん、出版社に怒られそうで,す、ね、いやいやでもすごくそういうマーケティングっていうのは大事だと思うんですよね、はい、そういうものをしっかりとこうリサーチして抑えていくっていうのも本をしっかり売っていく一つのポイントなのかなそれがあの店長以下従業員の技だと思うんですよね。うん でですすからあるお店ですごく雑誌が売れてましたところが転勤で別の店に移った途端にガサッと売り上げ落ちるで転勤先でまたバッと売り上げ上がるということはよくある話そんなに変わるんですから棚の作り方あのお客様への見せ方並べ方その連想ゲームでこうきちっとつながっていくような本の並べ方そういうのがまあ大事になってくるのかなと。 でそれはもちろんお客様の層を理解した上でファミリー層なのかビジネスマンなのかやっぱりちょっと違うと思うんですよね。まあそうは言ってもですね、有林道さんは店舗数も増えていて売り上げもしっかりとキープされてるっていうことなんですよね。ちょうど創業して百六年ですね。で創業時はほとんどほぼ百パーセント本からスタートしてるんですけど今。はい 五十パーオちょっと切ってるんですね。本は、うん、そのシェア、はい、売上シェののの売上の中のシェアが四十七八パーセントまで下がってます。はい、で下がってるっていうのは縮まったっていう意味ではなくて、パイが広がってるわけなんで、じゃあ後の五十パーなんで稼いでますかって言われると、オフィス関連、B to B の仕事を結構、はいえー、ここ何十年か一生懸命やっておりまして、うん、えそういうもので残りの五十パーオ。を 稼いでるという状況でございます。来たるその出版不況といいますか、はい、そういうものを相当早くから予測していたことなのか、もしくはそうではなく、しっかりとこうなんでしょうね、こう多様なまあ収益源を求めていくんだっていうそういうことなのか。いや違うんですよ。祖父があの創業した会社なんですけどね、うん、なんと十一人子供を産んだんです。はあ、そのうちの六七人が有林堂の経営を手伝ったんですね。 で当時店舗一店舗だけで二人いれば十分だったんですよ。<laughs> さあ後の残りの四五人はですね外行って稼いだらっしたいという状況だったと思うんですね。これ私固く信じてるんですけども。<laughs> まあ最初小さい店舗から始めたということで、はいえー、もう二人いれば十分だと。もう十分だと。今はレジレジっていうか、うん、あのお金扱う方はアルバイトの方にお任せしてるんですけど、昔は身内がやってたんですね。ですからレジスターのところに。 身内のものがへばりついたらあとはもういらないよというだから外行って稼いでおいでっていうのが始まりだったと思うんですねですから別にこの志を立てて B2B の仕事を始めたわけではないと思うんですけども結構みんな真面目でしてね育っちゃったんですよそれがそれぞれの事業ねはねそれぞれの事業が楽器にしてもあのパソコンにしてもコピー機にしてもですね まあそういういいい結果がが今の姿につななってるんではないかなとーーじゃあそういう強みをこれからもう少しこう打ち出していってただ本屋だけではないぞというそういうこう一つのもう一つの顔をダブルフェイストリプルフェイスっていうか,、えー、だから本屋は本屋で本が確かに苦戦はしておりますんで、えー、他のものを並べて、うん、えまあ,あのカロリー補給をしていこうという部分と。 それから本と B2B、本はまあ大体ほとんどが B2C でございますので、B2B、えー、の事業をもうちょっと増やしていきたいなと。<ー>それで有林堂全体のこう縁を広げていきたいなという、そういう考えでございます。本離れが叫ばれる中にあって、現在も年間8万点近くの本が出版されていると言われます。有林堂では本の楽しさ、 本を通した人と人のつながりを作るために、ビブリオバトルという本を紹介し合う新感覚のゲームイベントを行っています。っていう感じなんですけど、結構裏拍子が一瞬キモって思ってしまうような。 ビブリオバトルの楽しさは、こんな本があったのかっていう驚きが一番だと思うんですけど、まだ本屋さんでもめ見たことがない本のような気がしたんですけど、そういうのを教えていただけるっていうことも、すごく楽しいし、勉強になりますねいろんな個性的な人たちの紹介する本、本に出会って、そこからあの好きな本がさらに増えていくっていう。その 紹介ししてるる人たちも好きになるし本も好きになるっていうのがいいなと思ってバトラーでよく参加させてていいただいています裾野をね広げていくんだと、はいはい、本のファンも増やしていくっていうことでいろいろイベントリアルイベントも積極的に書店でやってるということなんですけどやっぱりあの日本国を挙げてやっぱり若者が本を読まなくなったっていうのは。 問題になっておりましてね、2001年にね、子ども読書推進法っていう法律ができたんですよ。それから2005年にですね、文字活字文化振興法っていうのができて、私両方関わってはいるんですけども、やはりあの国会なり行政なりも日本国民が本を読まなくなったっていうのをえらい心配してるんですね。で、その法律ができてから。 いろんな読み聞かせだとかうちでやってるビブリオバトルであるとか、はい、そういうものが極めて盛んになってきてます。で私どももビブリオバトル今はもう50何回やって60回ぐらいやってるのかな。なか結構ファンが増えております。この狙いはなですか。やっぱりあの本の面白さを伝えるということですね。まああの興味を持っていただきたいという。 それは裏返すとやっぱり何かこう中身をちょっと垣間見せてあげるというかこう背中を押してあげると、ね、買いたいなっていうふうに思えるはい、はい、その潜在的なそういう欲求があるけれどもなかなかそこをつっつかないとよほど有名な方の本とかね、うん、あの好きな作家の本とか決まってればいいんですけども。 思思わわぬぬところに思わぬ拾いものがあるかです、ねはい、それをそのバトラーが紹介してくださったらあ,あ面白いなっていうことになればお買い上げいただけるかもしれないというだから売上を目指したあの行為ではないやっぱりあの本を楽しんでもらえるように好きになってもらえるように興味を持ってもらえるようにそういう目的でやってる行事だろうと思っております。 まあ取り組みとしてですね、有線さんとしてはこれ私がおすすめする本と仲間たち、これはもうずっとやられて十年ぐらい続いてんじゃないでしょうかね。はい。この狙いは何ですか。戦争のそのガイドになればいいということで何千冊かつって店頭に置いて50に持ち帰りくださいとで読まれた方があじゃあ面白そうだから読んでみようと私的書評紙ですよね。はい。 これはどなたがこれ全部うちの従業員ですあ,<ー>あるショッピングセンターの偉い人から伺ったんですけど<ー>ショッピングセンターの係の方が休憩時間にいろんなテナントをこう回ってですね、はい、お話を聞きに行くと「みんなスマホいじくってるけど<ー>ユリンドの社員だけはいつも本読んでますね」って <laughs> だからおかげさまで本好きがまだねそういう意味ではいらっしゃる。 だからうちら辺りにもこう働きに来てくださるっていう方は結構いらっしゃる、うん、宝ですよ。CM ラートは有林堂のこれから。去年10月にオープンした「友林堂奈良ポート湘南平塚店」では書店エリアの本を持ち込んで試し読みができるブックカフェも併設されています。 このカフェでは、本にまつわるフードメニューを楽しめるなど。本が好きになる空間の提供を行っています。まあ、この先ですね。はい、松野部社長が考える理想の書店の姿。っていうのはどんなものですか。うん、難しいね。ああ <laughs> 一つのこうパワーとして、もっと本を読んでいこうっていう国民なり。うん 市民の皆さんの間に動きが出てくればいいですけど多分出てこない要するにもっとデジタルに走るそういう傾向が続くんだろうなという気はしておりますでもそれは第四次産業革命って言われている時代の中である意味では致し方がないことでありましてならばじゃあ本屋に来たら楽しいよと面白いよと本を中心にいろんなもの置いてあるよという まあそういう店舗展開をしていかざるを得ないのかなと、うん。で本だけ置いてもやっぱりカロリー不足になる、うん。お家賃払えないっていう状況になるんですよね、うん。ですからまああのうちは創業の頃から文房具を使っておりますけれども、文房具であるとか雑貨であるとか、うん、カフェであるとか、その本を中心のエトセトラで店舗を作っていくと、うん。でなおかつその本の売り場は。 やはりお客様との対話の中で。その興味を引くような棚を作っていくと、品揃えをしていくと。まあ、それが両方相まって。いくという状況が理想なのかなと。理想というか、今現在の理想なのかなという気はしておりますけどもね。でも、本当にユーリンドさんみたいに、しっかりリアル店舗を展開していて、ノウハウもあるっていうところは。まあ、アマゾンなんかにね、変に対抗しても、あまり意味がないというか。 ですよね、まあ多分多勢に無勢の世界になってくるんじゃないでしょうかねう今でももうすでになってますよねですから多分日本で一番本を売る本屋は紀の国屋でも伝えでもなくて油林堂でもなくてですね、うん、アマゾンですよいいで,す、ね、ですからそれに対抗してまあアマゾンは強いからやめちまうっていうことはまあ考えられないんでもういかにそのリテーラーとしての本屋としての売り場を魅力的に演出して。 お客様との対話を盛んにしていくかというそこに尽きるんじゃないでしょうかね。そうですね。こうユーリンドという会社はこれからどうなっていくんでしょうか。はいはい、B to B を増やしたい、B to C も頑張りたい、欲張りです。え、うん、人もの金を一極集中するというのはまあ情動なんでしょうけれども。はい あえて B to C も狙う B to B も狙うで B to B はもっともっとやっぱり知識なり技術力なりがいりますんで、うん、これをやっぱりどう鍛えていくかという問題だろうと思いますね。あの例えばペッパーくんあ,<ー>あるいはドローンあーあーまあそんなものも将来的には扱えるような会社になりたいなというふうに思っておりますし。 でも本当にそういう意味でこうオフィス機器みたいなものもずっと扱ってきた流れでね、はいはい、これから AI っていう流れがありますから。はい AI、ロボット人工知能難しいですよ、ね、私年寄りには分からない世界になってきてるから<ー>その若者をどううまく入ってきていただいて育ってもらうかうこの辺が、まあ、社長としては一番難しいところですね<ー>はい。CM の後は 内田優子による本日のアップトゥーデート本離れが止まらないということを久しく言われているわけですけれども今日お話を伺ってですね、まあ、e コマース電子書籍の流れはであらがえないだろうと まあ結局一番本を売っていくのはアマゾンだろうというお話を聞いて、まあ厳しい現実というのが浮き彫りになったわけです。まあそうは言ってもですね、リアル店舗にはリアル店舗の生き残り方があると私は思うわけです。で、話として面白かったのは本のまあ売り方として本棚を作り方と。 これを連想ゲームのように作っていくんだと、まこういうことができる店長がいるかいないかで売り上げが変わってくるって話は非常にですね、小売りのヒントになっていくんだろうと思います。あとは自分たちの扱っている商品をしっかりとこう紹介して伝えていくと。 でそういうことがまあ好きな社員をいかに集められるかと、まあ、これ有林堂さんできてると思うんですよね、まあ、こういうことでじわじわと差がついてくるんだろうというふうに思います。であの本屋っていうのはですねとにかく知識の宝庫ですねで、まあ、そういうところに人が集まってくるっていうことは、まあ、非常に重要なことだと私は思います。それがいいろろなイベントででああるるととかかカフェであるとか まあ工夫をしてより多くの方がまあ書店に集まってくるという流れを今後ますます作っていただきたいなというふうに今回は思いました。